まあ、本当に将棋が好きな少年で、もういつも将棋盤の前にいる光景しか見に浮かんでこないんですけども、寝るギリギリまで将棋やってるので、はい、5歳の頃に祖母にルールを教わって、祖母や祖父と指していました。うちの教室は20級から始めてもらいました。1手詰めが解けるようになると次に3手詰めと。現時点では10年に1人かなと思いますけど、まあ、この子の活躍によっては30年に1人になるかもしれないですし、それはまあ周りの方が評価するものではないでしょうか。になってその先に行ってくれるのではないでしょうか。